私の先生も2点差だったので、11点差で前半折り返してしまって、折り返してしまったことが、まあ、最後に響いたかな。それがなければ、絶対勝つと思うので、でも前半が悪かったので、まあ、自分の中でいろんな思いがある対戦相手かなとは思うんですけど、去年とは違って、変な気持ちを持たずに、しっかり戦えたのかな。特に昨日はそんな感じだったと思うんですけど、まあ、1日だけじゃ意味ないというか、まあ、今日もできたらよかったです。自分の立場としてそういう1日だけではなくて、コンスタントにやっていかなきゃいけない立場だと思っているので、それで今日の試合で、チームを勝たせられなかったというか、その点ではやっぱり自分に責任があったので、またこれを糧にマリーグまだ続いていくので、しっかり切り替えていきたいと思います。高田選手だったり、アホの姉妹だったり、素晴らしい選手が、たくさんいる中で、自分たちにとってすごい強敵になったんですけど、自分たちのバスケットを、しっかりやって、バスケットライブ。